第1試合は第2シード才木鶴城と才木鳳南の才木対決。1回、才木鶴城は3つの四死球でワンアウト満塁として5番松永。打った、鋭い当たりですがライト取った。三塁ランナースタートを切った。タッチアップ、犠牲フライで1点を先制します。才木鶴城の先発は最速150キロの右腕狩生翔馬。プロ野球のスカウトも見守る中、見逃し三振です。見逃し三振。力強いストレートで豊南打線を封じます。さらに鋭い当たりだ。ファースト体に当たってセカンドがカバーするか。一塁送って一塁はアウト。バックも固い守りで盛り立てます。才木鳳南は5回、高波がヒットで出塁。その後ツーアウト二塁のチャンスを作りますが、あと1本が出ません。才木鶴城はその裏、4番菅の2点タイムリーなどで4点を追加します。終盤にも得点を重ねた第2シード才木鶴城が7対0、8回コールドで3回戦進出です。自分はキャプテンとしてエースとしてやっていて、みんなが最後までついてきてくれたので最後にありがとうと言いたいです。